アッシリアはメソポタミアの北部地方に起こったセムゴ系の国家ですが、紀元前2000年期の前半にはなお小国の域を出ず、紀元前18世紀には隣国の王ハンムラビの支配を受け、また紀元前15世紀にはミタンニ王国の属国となりました。しかしその後独立を回復し、やがて鉄製の武器と戦車、騎兵によって周辺に勢力を拡大し、紀元前7世紀にはニネベを首都に全オリエントを統一しました。しかしこの武断的な専制国家は征服地に重税と圧政を敷いたので、各地で反抗を招き、紀元前612年には崩壊して、オリエントは4つの国家が並立する分裂状態となりました。その後オリエントではアケメネス朝ペルシャが有力となり、キロス2世治世の紀元前550年にはイラン高原を支配していました。メディアを打倒して西に進み始め、紀元前525年にはエジプトを占領してオリエントを再統一しました。アケメネス朝はダレイオス1世時にその最盛期を迎え、その帝国は東はインダス川から西はエーゲ海北岸にまで及びました。ダレイオス1世は全国を20ほどの州に分け、それぞれの州にサトラップと呼ばれる知事を置き、監察官を巡回させて中央集権を図りました。また帝国各地の連絡のため道路を整備し、駅伝を完備しました。しかしこうして強制を図ったアケメネス朝も、紀元前500年に始まったギリシャとの戦争に敗北し、紀元前4世紀には軍事力も次第に弱体化して、紀元前330年、アレクサンドロス大王の率いる軍隊の前に敗退して滅亡しました。